はい、もう具体的に私は誰に投票しようと思って決めてます。で、あのなんか投票用紙は2枚あるそうですけど、1枚目には山本太郎と書くつもりでおります。で、どうしてかっていうと、実はまあこういうもう本当に世界中が、特にウクライナとロシアの問題で気なくかす、ロシアの問題で気な臭くなって、そしてその時によく分かったのは、いくら原爆というか核兵器を持っていても、まあ世界の 90% 核兵器をロシアとアメリカが持ってるわけですけど、お互いに両すくみで何の戦争の抑止力にならなかったということがよく分かりました。それでじゃあここで日本がもういざなんかどっかからいろいろこう攻め込まれたり、例えばウクライナのような目にあったらどうするんだっていうんで、今とんでもない軍事費を、予算の中から出そうとしてますけど、果たしてそれで日本は守れるでしょうか。ここが大切で、3.11 の時に山本太郎さんが俳優さんという仕事を辞めて議員になったいきさつを思い出していただきたいんですけど、私はあの時から太郎さんをずっと支援しています。それはこの小さな地震大国の島国に、なんと日本海側だけでですよ、今も確か27基原発があるのかな、ドローン1機でやられちゃいますよね。だから私はこの日本という国には絶対に原発は合わないと思っています。でもそれでも電力が必要じゃないか、そう、電力が必要かもしれません。だとしたらいろんな工夫をして電力も節約しても、そんな危険な日本が二度と住めなくなる国になるようなことよりも、いろんな知恵を出し合った方がいいと思います。さあそんな時に太郎さん一人いなかったらどうします。やっぱり私は政治というのは誠実にこの国の国民一人一人をどう守れるかということを本気で考えることだと思っています。だからこんな今大変な、もうコロナで大変、ウクライナの戦争で大変、どん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 景気が悪くなる、収入は減る、食べるものもなくなっていくという時に軍事費じゃないでしょ。だとしたら今の税金、もうそれを何に回すかって言ったら、とにかく日本の食の安全、健康の安全、未来の安全というものにどう使うのかっていうこと、まず何よりも人間として信用できる人に託したいと思います。私の場合はそれが太郎さんです。そして太郎さん一人ではなかなか国会は数字の世界ですから動きませんよね。だから少しでも一人でも例は新選組の人が増えてくれないと、また牛歩作戦しか取れなくなっちゃう。あれはパフォーマンスだって言われてますけど、パフォーマンスじゃないですよね。ああしなかったらなんとか正義は守れなかった、そういう情けない状態にはしたくないなと心から思っています。そういう私の願いを込めて、はい、山本太郎さんをよろしくお願いします。